ブラカスザーがレッドリージョンへ武器配給をする日々は終わりだ。ファイアチーム、工事作戦はスライアフォーサオンの手に委ねる。あと、ケイドもな。頼んだぞ。基地の他の場所には行けませんが、コンピューターにアクセスすれば道を開けることができるでしょう。まだある。うん、ザーンのネットワークはレッドリージョンのものと違いますね。いい意味でか、悪い意味でか。今閃光弾が打ち上がらなかったか。何が打ち上がったのか、どの敵が大量の援軍を呼び込んだのかは後にしてください。いいの見てきたな。あ、そうか。戦車を破壊してくれてありがとうございます。そのマジか。それまで行きましょう。まさか拾うとは思いませんでしたが、このまま行きましょう。ガーディアンにとってこれが勇敢であれということなのか。ただの祈りの言葉なのか。ないのか。真のガーディアンは危険をその手につかみ歩き回るんだ。ですアーク、やりました。爆発せずに済みました。あるよな、とりあえず爆発さえしなければいいって時は。望みの低い奴らだ。あ、そこだけかな、反応。あ、それだけで消えたわ。そうだ。ま
だザーンの居場所は分かりません。通常カバルは見つけてくれと言わんばかりですが、こいつはただのサイヤローじゃない。武器の性能もなかなかのものだ。その武器で何人もの命を奪われた。ああ勘違いするな。このファイアチームのお仕置きはしっかり受けてもらう。例外はない。全無視で。船がまだあります。お前がツーモスを倒した後、ザーンの手に渡った壁のペンキをアーマーと同じシャルト竜頭色に塗り替えてないなんて驚きだ。え、何色だって。そうですね、状態異常発見ってなってるんで、本当は船に入ります。首を洗って待っててください。ザン、奴の罪は相当重い。手加減してやるな。アク、ザンの姿はありません。でもエレベーターで前進できそうです。いえ、上ですか。カバルの前進するエレベーターは非効率な奴らだ。ガーディアン、してくるぜ。オーケーさん、させてお願いします。はい、放送、信じられないかもしれませんが、待て待て待て、もしかして巨大火炎タレットか。ボイになった。違います、推測ゲームではありませんよ。発見まだある。先行っていいっすよ。
この次で結構バカすか取れた気がすんだよな。ザーンがいました。火炎タレットはどうだ、使ってるか。はい。そうだ、めっちゃ増えたね今。だった。そうですね。少しで地表です。空襲に注意しろ。こいつに予備計画がないとは考えにくい。予備計画が役に立った試しはないけどな。行きましょう。どうだ、ソーラーの次なんだ。ボイドか。シールドを落とさないと。近くに何かあるかもしれません。探しましょう。
ソーラあーやべえな、今ソーラか。
と15秒でリスします。あとミリっすね。あ、気をつけてください。オッケー、終わった。よっしゃ。ザンがいなければ、レッドリージョンはそのうち原子に戻って石を投げるしかなくなるかもな。よくやった。石に当たったことがないのか？シャレにならないぞ。あ、報酬ある。あー、疲れた。お疲れ様です。あ、よかった。これが奇妙なフレームを見つけろ。あれ、あ、じゃあタワー行くのか。なんで透明なんだよ俺。影が消え去っても別の影が現れます。裏切り者を始末してください。カバルキラー、カバルを排除、近距離でカバルを排除、リロードせずにカバルを複数排除する。ハンターは楽っすね。リロード、なんだっけ、回避でリロードできるんで、あれが多分リロードの判定になんないっていう。タイタンだったらシールド貼ってで、リロードのをキャンセルしちゃって、で、オーロはないっていう。アークリフトじゃない、リフトか。あの、コンさんが持ってる足。これは、さすがにあれだな。みんなで一緒に行くと、喧嘩になるか。折り合いになりますね、これ。じゃあ、ちょっと行ってくるかな。カバルがいっぱいいるっつったら、結局ヨーロッパデッドゾーン。ですよね。重っ、なんだこれ。いや、きついだろこれ。やりましょう。手加減なんてするな。あら、どんな感じだこれ。お、進む進む、とりあえず。すげえな、威力。君一人かい。さあ来い、さあ来い。なんだよ。おっしゃ、終わった。で、次はなんだ。バザー。
影が消え去っても別の影が現れます。一時まだまだ陛下に証明し、陛下の印パワーウェポン、これを100個か。はい、ということで次はレイド行きながら印を貯めてって100個になるところらへんかな。はい、ということで今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ありがとうございました。失礼します。